次の朝。あ、家すごいやんこれ。めっちゃ立派やん。やっぱり自分の姿、やっぱり不思議種のまんまだ。しかしなんでポケモンになっちゃったんだろう。あ、これは何かからポケモンになったのではなく、ちゃんと人間からポケモンになったっていう設定があるみたいね。どうやらもともと人間ポケモントレーナーやったんかな。うーん、わからない。あー、そういえばあのポケモンテントって言ったっけ。確か一緒に救助隊やるって約束したんだよね。テントはどうしてるんだろう。ちょっと外に出てみようかな。ほっ、あ、いい、かわいい家。倒れてんねんけど、家の前で。テンさん大丈夫？あ、あ、しまった。ははは、ごめん。私もうワクワクして明け方からここで待ってたんだけど、そしたらつい寝ちゃった。もう まんまやん。テンさん事務所でよく寝るからさ。とにかく今日から救助隊開始だ。頑張ろうね。頑張りましょう。その誰助けるとか昨日はあったけど、今日どうしたらいいんですか。と言ってもまだ仕事ないんだよね。ははは、そうやんな。昨日たまたまさ、バタフリーが助けてって言ってきてくれたから。そうだ、もしかしたらポストの中になんかある。手紙来てる。テントはポストして、人んちのポスト勝手にあさって。ポストには救助隊スターターセットが入っていた。ほう、やっぱりあった、救助隊スターターセット。救助隊を作ったから必ずもらえるんだよ。へえ。テントは救助隊スターターセットを開けてみて、あ、なんかそのなんていうの、申請しといてくれたってこと。テントさんが大丈夫。そのなんか中には救助隊バッジが入っていた。通信制の怪しいやつとかじゃなくて道具箱が入っていた。ポケモンニュースが入っていた。やったー、いろいろ入ってる。まず救助隊バッジ、これ公式のやつなん、ちゃんと救助隊の証だよ。そして道具箱、ダンジョンで拾った道具を取っておけるんだよ。へえ。とりあえずバタフリーからもらった道具もここに入れておくよ。ありがとう、とても便利だから冒険に行ったら使おうね。最後にポケモンニュース、救助に役立つ情報が書いてあるんだよ。へえ。あ、そこになんか仕事があるんじゃない。ポケモンニュースはポストのところに入れておくから後で読んでみるといいよ。あと他にも手紙とかはないのかな。テントはポストを調べた。しかしポストはカラカラだった。やっぱり手紙は入ってないか。あー、救助の依頼があればポストに手紙が来るはずなんだけど。まあそうやな、昨日できたばっかりやもんな。AA社ね、チームを作ったばかりだからまだ誰も知らないんだよね。ははは、それはそうや。お、バサバサ、はい、おや、なんだろう。あ、ペリッパー、おい、来たんじゃ、仕事来たんじゃ。テンさん、あー、動くんか。ははえ、もしかしてこれは、今ちょっとポスト調べてみて。オッケーオッケー、仕事ちゃうが、もしかして救助の依頼かもしれない。ねえ、読んでみてよ。 OK、 エマは手紙を読んでみた。ビビビ、お、君たちのことはキャタピーちゃんから聞いた。頼む、助けてくれ、コイルがピンチなのだ。コイル、お、洞窟に不思議な電磁波が流れた拍子にコイルとコイルがくっついてしまったのだ。レアコイルとして生きていくにも一匹足りないし、このままでは中途半端だ。お願いだ、助けてくれ。ビビビ、コイルの仲間たちより。へえ、これ一個一個仕事やん。テンさん、そうこなくっちゃ、頑張っていこうね。仲間になってくれたりするんじゃん。はい、あ、いいね、このケルティッシュなミュージック最高です。おー、来てくれたか。ビビビ、
この洞窟に我々の仲間がいるのだ、ビビビ。かわいい子いる。仲間は、地下6階 B6 にいるはずだ。助けてくれ、ビビビ。オッケー、行こう行こう。電磁波の洞窟、地下1階やっていきましょうか。おいおい、 B をしながらダッシュね、これやな。おお、すごいすごいすごい。ただダッシュしすぎるとこう敵の正面に来ちゃうことがあるから注意やな。広いとこではお腹が空いたらリンゴを食べて回復しよう。お腹がゼロになってしまうと、あ、行動するたびに HP が減ってしまう。なるほどな。右上の今95ってなってるとこやな。え、 B をちょい押ししても道具箱は開く。 X メニューから選ぶより便利だぞ。あ、ほんまや、いいね。整頓しとこ。ほらった、寝てるわ。あ、ほらった。テンさん、これテントさん攻撃やな。種爆弾強っ。あ、もう全然最初やからかな、全然余裕やな。俺のみ回復大事やな。ここも寝てる。あ、ビリリ玉や。せい、鶴の鞭。あ、行くぞ、ぶん回す。テントさんの攻撃エフェクトめっちゃ邪悪ねんけど。先に進む。はい、あ、なんか下に2匹いるな。おい、2匹以上の敵と戦う場合は落ち着いて通路に引き返せば1匹ずつ相手にすることができるぞ。あ、宮本武蔵のやつやな。どんなに多勢でも細いとこに入り込めばってやつ。はい、1対1に持ち込めんねんな。ダンジョンでは自分が1回動けば相手も1回動く。いつも順番にターンが回ってくる。そうね、逆に言えば自分が動かなければ相手も動かない。なので焦らず慎重に行動しよう。わかりました。攻撃。これさ、この便利ショートカット、あ、技選べるんや。体当たり、鶴の鞭、ヘドロ攻撃、種爆弾。あー、ちょっと技の詳細見てみようか。ヘドロ攻撃なんかあるんじゃない。ちょっと待ってね。あ、これや、技設定。私の、あ、これでいいんかな。ここで技のオンオフを設定すると仲間たちはオンになっている技だけを使うようになる。あ、なるほどね、指示ができるんや。あ、出てる出てる、鶴の鞭。相手ポケモンにダメージを与えるぞ。2マス先まで届くんだ。あ、なるほど、1マス飛ばしてその先のマスまで攻撃できると。あ、それは強い、それめっちゃ強いね。威力とか命中もあるんやな。 PP は使える回数やな。種爆弾、ヘドロ攻撃、体当たり、種爆弾は前1マスか。でヘドロ攻撃は時々毒にすると。テンさんは頭突き、時々ひるみ状態、時々ひるみ状態、分回す、周りのポケモンにダメージ当たると。これがめっちゃ広かったね、範囲。瓦割り、あ、相手のリフレクター状態、光の壁状態、オーロラベル状態を打ち破り。あー、結構じゃあこの辺は普通のポケットモンスターのゲームと仕様が似てるね。3匹、あ、じゃあアイテムや。 R を押しながら L スティックで斜めにまっすぐ。あー、ほんまほんま、これは便利。結構ね、序盤はあれやけど多分斜め移動って大事になってくると思うんで。あ、この場合ね、寝てるからこっから鶴の鞭、いいね、先制攻撃してノーダメージで倒せる流れ。レベルアップ、あ、テンさんレベルアップおめでとう。いいね、レベルアップだ、頑張るよ。はい、あー、出てきたわ。 ZL を押しながら ABXY で出したい技が選べる、これね。あー、先進む。はい、 B3、 ダンジョンで倒れて冒険に失敗すると持っているお金と道具が全部なくなる。うん、これも不思議のダンジョンの定番設定ですね。スカンピンになる、やられたら。右下に敵、あ、ニドランや。え、強っ、そっから攻撃当たんの。テンさんやる、いけ。あ、ミス、これいけんじゃん。鶴の鞭、ナイス。あ、どうやら A ボタンで
敵の距離に合わせた最適な攻撃を出してくれるっぽい。お金絶対大事やろこれ。エレキッドや。へい。ブーンマースと鶴の鞭のコンボ最強じゃない。敵が近づく前にやりきれる。あ、ニドラン寝てるわ。これはここやな。そうすると鶴の鞭斜めから入れて、素晴らしいでございます。テンさん、これは不思議な床、ダンジョンの中にある不思議な床の上に乗ると下がってしまったステータスが元に戻るんだ。ただし上がったステータスも戻ってしまうから注意しよう。あ、なるほど。バフデバフをニュートラルに変更できるってことか。それはいいね。これ2マス空いてる？ 2 マス空いてる場合は1回素振りして当てて当てる。バッチグー、おもろ。あー、プラスするか。はい。そう、ダッシュしてると今みたいに突っ込んじゃうことがあるんだな。次行こう。地下6階って言ってたよね、コイル。はいはい。プラスをプラスボタンを押すとリーダー、操作するポケモンを切り替えられる。へえ、リーダーにすれば主人公以外のポケモンも操作できるようになるよ。マイナスを押すと遊び方を確認。はいはい。あ、なるほど。この場合は多分一歩でも動くとビリリ玉が起きちゃうから、テントさんに変えて狙って骨コンボだよ。外してるし、はい。多分骨コンボ威力高いけど外しやすいってやつか。オッケー、いただいて。お、リンゴあるやん。できるだけちょっと探索していきましょう。気合いだめー。素振りして、え、ブンマースの範囲ほんまに広くない？将棋でいう馬、桂馬、馬と同じ動きができんねや。レベルアップ、あれだーす。素早さって何の意味があんねやろ。あ、宿り機能だね。それは HP 回復できるんじゃない？相手ポケモンを宿り着状態にするぞ。多分敵の HP する吸い取る系やから、これはぜひ入れときたい。あー、でちゃんと属性とかあるんや、タイプが。あー、体当たりを外すとノーマル攻撃がなくなっちゃうけど、まあ毒あるからいいか。体当たり消そう。まあ後で再設定できるでしょ、この辺りは。体当たりを忘れ、宿り木の種を覚えた。ありがとうございます。上にアイテムあるね。アイテムの位置とかさ、ずーっとマップに出てるから、なんか全然。石や針は、X ボタンの道具箱から道具箱の中身選択、登録を選べば、ZL と ZR 同時押しで投げられる。え、設定しよう、それ。道具かな？道具の、整理してゴローンの石を、あ、これか、登録。あ、ほんまや、右に登録している道具ゴローンの石、これは遠距離攻撃ができるようになったってことな。あ、この辺の敵全然弱いからさ、そのいっぱい倒してレベル上げるのもいいね。はい、まあまあお腹空いてきたな。42か、ダッシュー。あ、プラスする。え、テンさん勝手に石投げんねんけど。え、これ仲間も勝手に、あ、そういう指示って選べる感じ、もしかして。ちょっと待ってね。いや、ナイスやけど、技設定かな、なんか指示を出すみたいな。ここじゃないか。あー、てかここに設定してる石とかアイテムは勝手に使わはるってことかな。まあまあ全然いいんやけど。左にアイテム、敵が湧いてもすぐ出てくるようになんや、マップに。あ、アイテムもちゃんと拾ってくれんやんや、テントさん。ポケ大好きやもんな、テンさんな。行こうか。6階じゃない、もう地下。いたいた、コイルくっついてる。あ、あそこにいる、助けよう。大丈夫？あ、終わった。エマは電磁波の洞窟の依頼を見事に成功させた。あれだす。余裕やったね。
体が離れたビビビ、よかったよかったビビビ、わーい。でこれさ4匹やったら1匹余るやんレアコイルになったらいいのそれで、わーいビビビ、よかったなお前たち、揉めるんちゃう、おかげで助かったありがとうビビビ、大きなリンゴもらったありがとう、俺の実もらった650ポケ、お金どんどん黙るね、てんさん。今日の救助うまくいってよかったね。ああよかったよかった、怪我もなかったな。実は私救助隊作って初めての仕事だったからすごく緊張してたの。嘘をつけ嘘、今日は疲れたからもう帰って寝るね、また明日頑張ろうね、じゃあおやすみ。緊張してるやつのコントロールじゃなかったな、あの石投げ。今日はゆっくり休んで。お、これは、ここは、ここはどこ、もしかして夢の中、あれ誰かいる、誰だろう、知っている人なのかな、思い出せない。不思議な夢、まあ、記憶を蘇らせそうな夢やったね。なんか夢を見てたような、でもどんな夢か思い出せないんだけど、まあいいや、今日も救助頑張ろうっと。手紙は来てるのかな、ポスト見てみよう。よしよし、またテンさん気絶してるんじゃん家前で。あ、今日はいい日、よかったよかった。はい、エマはポストを調べた。あ、救助隊、救助依頼の手紙は届いてなかった、まだちょっとまだか。おはようエマ、早いね。あ、ポスト調べたんだね。で、どうだった、救助の手紙来てた。いや、違ったか、メルカリ、メルカリのなんかメルマガやったわ。来てない。あーめっちゃテンション下がってる、テンさん。そっか、私たちまだ始めたばかりだからね。仕方がない、ポケモン広場に行ってみようか。フェリッパー連絡所に行けば仕事もあると思うの。ポケモン広場はこっちだよ、行こう。あ、行こう行こう。あ、いろんな人から話聞いてね、誰か困ってへんか。ここがポケモンたちの広場だよ。いいやん、栄えてるね、お店があるよ。こちらはカクレヨンのお店、道具を買ったり売ったりできるんだよ。あー、もう売りまくろ、ポケがすべてや。そしてペルシアン銀行、お金が預けられるよ。あのね、ダンジョンでやられたらスカンピになっちゃうからあんまり持ち歩かん方がいいよね。ここは極輪の連結点、技の連結ができるの。ほう、え、連結って何なのって。技を連結するとその技の効果が一度に繰り出せるの。あ、それめっちゃ強ない、技と技をくっつけて自分だけの必殺技を作るみたいな感じか。詳しくは極輪の説明を聞いてみればわかると思うよ。テンさん詳しいね。こちらがガルーラの倉庫、ここに道具を預ければ絶対になくならないよ。そうね、大切な道具があったら冒険する前に預けるようにしようね。もう何回も言うけど、やられたらスカラガンになるから、ロストするからね。あと向こうには幕の下訓練場があるよ。お、幕の下や。訓練場ではダンジョンでの操作を覚えたり鍛えたりすることができるんだよ。どう、いろんな店があるでしょ。そしてペリッパー連絡所はこの先をまっすぐ行ったところにあるよ。そこに行けば救助の情報が聞けると思うの。はあ、はあ、まずはペリッパー連絡所に行ってみようね。さっきからずっと気になってたんやけど、あ、パートナーに話しかけるといろいろ教えてくれるぞ。どこに行こうか迷った時はパートナーに話しかけてみよう。この方ちょっとずっと
カメラ後ろで見られたんやけど、ハスブレロさん、最近なぜか自然変動が多いんだ。変動に驚いて暴れ出すポケモンも多いし、なんか嘘だよな。あー、なんか怒ってるね、テンさん。このポケモンの世界は。またつぽみ。いやー、この間の山火事はひどかったですよ。カメックスさんやオダリさんが素早く火を消したからよかったものの、あ、ちょっと遅かったら大変なことになってましたよ。あ、ブルー。え、ペリパー連絡所？ペリパー連絡所なら、ここをまっすぐ行ったところにあるよ。岬のところにあるから行けばわかると思うよ。はいはい、ありがとう。行ってみようか。こっちやって。あ、足早。あそこがペリッパー連絡所だよ。連絡が来る場所か。あ、かわいい。かわいい連絡所。ここには各地で困っているポケモンたちの情報が集まるんだよ。ほら、ここに掲示板があるよね。ここには救助の依頼が載っているんだよ。見てごらん。どれどれ？クエストボードか。掲示板を見る。ここはどこ？小さな森。あ、ケムストや。もう倒れそう。誰かお願いします。これは絶対行かなきゃやろ。依頼を受け取った。オッケー。目的、私たちを助けて、小さな森の地下2階。連れてってください。自分の力じゃいけないっす。お願いします。連れてって。ポッポー、電磁波の洞窟。ポチエナまで連れて行って。はい。お礼金のリボン？良さそう。はい。あ、で、難易度が書いてあるね。F。で、プラスル。私を助けて、なんでみんな襲ってくるの？はい。ヒマナッツ。大きなリンゴをどこかでなくしちゃったんです。お願いです。捜索してください。目的、大きなリンゴを届けて。あ、いいね。これ全部、あ、全部くれる？はい。で、受けた依頼、こっちでチェックできると。ええやん。救助の仕事あったわ、テンさん。ね、いろいろ書いてあったでしょ？救助の手紙を選んで、そのダンジョンに行けば救助できるよ。ダンジョンへは基地の近くの道から行けるからね。ああ、家の前ね。オッケー。とにかく最初のうちはここの依頼をこなしていこう。そうすれば私たちのチームも少しずつ長売れて、そのうちポストにも依頼が来るんじゃないかな。あ、それは間違いない。ちょ、ランク上げよう、ランク。活躍しないと。もう YouTube も Twitch も救助タイム一緒やな。とりあえず、活動しないと。はい。いらっしゃい、こちら、隠れ4商店です。はゆっくりとご覧ください。何言ってんの？穴抜けの玉。は。あー、これダンジョンから、ノーリスクで、帰れるやつや。家まで。で、リンゴ、穴抜けの玉。ああ、BP リカバー、BP 完全回復、BP マックス。あ、すべての、技の BP が完全回復。一撃の玉。え、これ最強ちゃう？使うと同じ部屋にいる敵すべてを一撃で倒せるぞ。時々外れることもあるけれど、モンスターハウスで使うと強力だぞ。あ、モンスターハウスあるんや。やっぱもうね、不思議のダンジョン恒例の、うん。まあ、あとで出てくると思いますわ、嫌でも。スゴ技玉。使うとスゴ技玉を持っているポケモンが仲間になりやすくなるぞ。効果はフロアにいる間続くぞ。なるほど。とりあえず今はいいかな。売るは？いらんやつある？あの、回復アイテムとか重要やもんな。モモンは毒や猛毒。プチ復活は、道具箱に入れているだけで倒されても復活。あー、こんめっちゃ大事やん。一回やられても大丈夫だったね。で、専門店、あ、技マシンか。へえ、見して見して。技マシンがキラキラ光って見えるときは、その技マシンで仲間が技を覚えられるんだ。あ、なるほど。技を覚えることができる仲間はプラスボタンを押して確認できる。ツバメ返し、テンさん覚える。あー、やっぱ本棒を持ってるからこういうの器用なんや。空元気。あ、俺も覚えられる。テンさんも。チャージビーム。うんうん。地ならし。じゃ、テンさん地面タイプやもんな。え、岩なだれ。テンさんめっちゃ覚えるやん、技。あ、ドラゴンテール、マジカルシャイン、ブンマース。あ、ブンマースはテンさん覚えてもね。今はいいかな、とりあえず。うん。これ飛行タイプやんな。多分。
どうやって見んやろ。技、あ、技性能、あ、やっぱそうや、飛行タイプの技持ってると結構便利やと思うねんな。草タイプの敵が出てきた時とか、相手ポケモンにダメージを与えられる、しかも必ず当たる、めっちゃいいやん。まあまあ拾ったりもするんじゃないかな、どうやろう。とりあえず何回か冒険してみてからでいいか。今お金預けとこう。めっちゃ貯めよう、ポケ。めっちゃ頑張るなーってさ。はい、ま、お金をさ、ダンジョンに持っていくメリットってあんまないもんね。で、技連結、アイテムの保管箱、あ、場所。まあいいかな、今は。とりあえず行こうか。なんか手紙来てない？ダンジョンはあっちの道から行けるからね。オッケー。ちょ、マジで俺もあの、スカーフ首にしてくれへん？もう一回。依頼を受けたらダンジョンに行ってポケモンたちの悩みを解決しよう。わかりました。はい。ポストを見る。あー、これ最初のやつか。救助隊へようこそ。新しく加わったメンバーへ。バッジは救助するポケモンを町に戻してくれる力があるので、助ける相手に向かってバッジをかざそう。なお、冒険を進めてポイントが入るようになればランクが上がっていくぞ。まずは目指せブロンズランク。救助隊協会より。あ、これちゃんとして、申請してくれたとこや、テンさんが。ちゃんとしてるとこやん。ありがとう。バッジを持ってるから、困ったポケモンがいれば、このバッジをかざすと、こう、町に連れて帰ってあげることができると。行きましょう。